夏島は海洋研究開発機構の支援母船、海洋調査船。ジャンステック初の所有船舶であり、春高時は海洋調査船としては世界最大の大きさを誇った。もともとは深海潜水調査船、深海2船の支援母船として建造をされたが、動船の運用停止以降は無人潜水機、ハイパードルフィンなどを運用して海洋調査に当たっている。 運行・管理業務は、日本水産の母船部門の人員を分社化した、日本海洋事業へ委託したが、2015年12月17日を、もって運用を停止した。その後、日本水産グループの日水マリン工業が購入、船籍地を北九州港に移し、2016年4月6日より、調査船、コンセプトへ解明の上運行を再開した。 民間所有の調査船の保有は海洋エンジニアリングに次いで2社目となる。1970年の海洋科学技術審議会の答申を受けて日本でも6000メートル級の深度に到達可能な潜水調査船の開発が施行されることになった。しかし当時運用されていた深海は600メートル級の潜水調査船であり、一気に6000メートル級の大深度に挑戦するのは 冒険的と考えられた。このため、まず前進策として2000メートル級の潜水調査船が建造され、1981年に深海2000として巡航した。この時、同船の輸送、運用を担う深海潜水調査船支援母船として合わせて建造されたのが元船である。後方からの先営本船は深海2000の輸送、運用を担う 深海潜水調査船支援母船として設計されており、そのコンセプトを含めて各国の同種船舶の班となったとされている。船尾甲板には深海に専用の着水用集装置とそれを支える A フレームクレーン、その前方にあたる上部構造物の後端には整備施設を備えた格納庫が設けられていた。特に A フレームクレーンは その後ジャンステックが建造した横須賀や海霊、海洋でも順次に改良されつつ採用された。また24トン近い重量を誇った深海2000の溶光時の安定性のため重心降下策にも意が払われた。深海潜水調査船との更新に用いる超音波や振度ソーナー、精密促進機の障害とならないよう、 水中放射雑音の低減に意が払われており、船体を覆う外壁の内側には防音材が施されているほか、防振対策として、指揮官は防振ゴムを介して据え付ける方式とされている。これらの配慮も続く横須賀などでも踏襲されている。深海2000運用時には C ステート3の海峡下でも常時オペレーションが可能、C ステート4でも着水。 要集が可能とされていた。また、電波、音波を用いた航行装置により、先行位置などが正確に計測できるオペレーション情報システムも備えられていた。無人潜水機としては、まず1988年より、深海2000の事前調査、救難装置を兼ねた有作式のローフである、ドルフィン -3K の運用に対応した。その後、 1999年に海洋調査船中のローフであるハイパードルフィンが導入されると、こちらの運用にも対応した。ただし、ドルフィンマイナス3 k については、老朽化もあって、深海2000と合わせて2002年に運用を終了した。また深海調査栄光システム、ディープ等や深海生物追跡調査、ロボットシステム、ピカソなどの運用も行っていた。 先例のため2015年12月17日に運用停止となった。その後、日水マリン工業株式会社が購入し、コンセプトと解明の上で、戸端港を母港として2016年4月6日より再就航した。同船は、同社として初の自社所有船舶であり、運航には、引き続き、日本海洋事業も共同するとされている。ありがとうございます。